抜群の幅盛り上がって過ぎる頃は雪と氷に閉ざされたソ連の港がことかから、祖国のために命を懸けた同胞のせい、第一次引き上げ戦高さ丸が帰ってくる、待っていますよ、しんちゃん。
Thank you.
ちへ慰問に来ました。大勢の人たちの前でタコタコ入道さんやお猿の駕籠屋などを踊りましたが、拍手喝采でアンコールが鳴りやみませんでした。見ていた人たちの拍手と笑顔笑顔笑顔を鮮明に覚えております。こんなに喜んでもらえて踊ってよかった。その感激は今も忘れることがありません。昭和22年頃だったと思います。ソ連からの第一回引き上げ船が舞鶴に入港し、抑留されていた兵隊さんたちが平の桟橋に上陸してこられました。その頃私は大浦中学校の1年生だったと思いますが、当時担任の和田健太郎先生が、大変ご苦労なさった方たちが引き上げて帰ってこられるから you